ヘリタンスカンダラマに到着しました。これが素敵なエントランスです。外の空間と非常にこう一体化しているそういうホテルですね。湖の景色が綺麗です。アーユルヴェーダもスリランカ発祥ということで、ここはホテルについているスパですね。ジャングルの中に建てられているホテル、いいですね。中庭に出てきました。ここは野生の猿が結構いますね。ベランダとかにも来るそうです。いや、自然そのものの美しさとかをうまくこう融合させて、いや、ジェフリー・バワーはすごいですね。この後、シギリアの後はビーチエリアの方にも行くんですけど、そっちの方でもまたそこの環境、そこの自然に合わせた設計、建物っていうのを、ぜひちょっと見ていきたいなと思います。もうホテルが美術館みたいですね。
ー。